皆さんこんにちは。韓国語講師のキョガです。今日はコリアンテナのパダスギ会第1回目です。まずはパダスギとは何かを説明いたします。パダスギとは読まれた文章をそのまま書き写すことです。韓国語は豊富な子音と母音、多くの発音の変化により正確に書き写すことは韓国人にも難しいので、韓国の小学校ではパダスギをする時間は必ず設けられてます。パダスギをすると韓国語の発音の変化と抑揚に慣れていくので、正確な発音がだんだんできるようになります。それから単語を正確に書けるようになると、トピック試験の作文に有効であるだけでなく、聞き取り試験の対策にも役立ちます。それではパダスギに入りましょう。가지마다귤이주렁주렁열렸다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 皆さんいかがでしたか？書けました？では正解はこちらです。가지마다귤이주렁주렁열렸다가지마다귤이주렁주렁열렸다귤이のところは連音化になります。連音化っていうのはパッチムの後ろにイウンで始まる音が続くと、パッチムの音はイウンのところに移動し、ポイントを結びつけて発音することです。次はジュロンジュロンですね。このジュロンの場合、 N ニウンパッチムよりはもうちょっと口を大きく開けて、口の中の空間も広くすると、このイウンの発音になります。ジュロンジュロン、열렸다。このリルリルの発音が日本人にはよくできない発音ですね。よく열렸다を열렸다、열렸다って発音する人が多いんですけど、これは前のパッチムをはっきり言ってから次、言った方がいいんですね。なので열렸다、열렸다、열렸다、ちょっとゆっくり発音した方が前のパッチムのリールがはっきり聞こえます。열렸다、가지마다귤이주렁주렁열렸다。